ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はテキサスの荒くれ極道ダーティーダスティーローデスについて触れてまいります。ダスティーローデスがプロレス界に入るきっかけは1967年トニーサントス率いるビッグタイムレスリングのレスラー募集広告でした。この広告を頼りにローデスはテキサスからボストンまで何時間も運転して移動します。ローデスはデビューするなり連日メインイベントに起用されるものの、ギャラはスズメの涙ほどで、ローデスは自分の車で寝泊まりします。フリッツ・フォン・エリックのダラスマットに参戦したことでようやくローデスは収入が安定します。フリッツの提案でローデスは悪役に転向。ローデスはラリー・ヘニングのパートナーに抜擢され、ここでタッグのイロハを学びます。ローデスはダラスを拠点に様々なリングに上がり、カンザスシティではローデスにとって生涯最高のタッグパートナーと巡り合います。そしてその巡り合わせをきっかけに全米切手の売れっ子タッグチームへと上り詰めていくのです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はテキサスの荒くれ極道ダーティーダスティーローデスについて触れてまいりました。